レンツ内閣の発足に伴いナポリターの大統領と握手を交わすマリアンナ・マリアンナ・マディアはイタリアの政治家、会議員。所属政党は民主党。2014年2月21日のレンツ内閣発足に伴い無人諸大臣として閣内入りした。2016年12月12日発足のジェンティローに内閣でも留任。 2018年6月1日に、ジェンキローニ内閣の修了と共に退任した。ローマラサピエンツァ大学で政治と経済を学び、政治学の学士号及び、労働経済学の博士号を取得した。2013年6月11日、テレビプロデューサー及び映画監督のマリオジャーニと、同年6月9日に結婚していたことが、報道された。翌年の2014年4月8日、 フランチェスコとマルゲリータという二人の子供を出産した。なお、自身が信仰しているカトリックを理由に、イタリアの法律において合法である妊娠中絶に反対している。2008年2月、所属政党である民主党の党首、ワルテル・ベルトローニから、2008年イタリア総選挙の下院候補に選ばれ出馬、初当選した。ありがとうございます。